うなぎんさんでございます。2月の17日に撮影した分でございますけどね、まあ、ここに張り紙してありましてね、閉店のお知らせと、それからお客さんの拝みかな、なんかいろいろ貼ってあるんやけど、結局これがね、最終の決定じゃないね、まだ。これ何で書いてあるの？お知らせ、定時、偽装しましたというお知らせと、閉店のお知らせね。何をやったかちょっと書いてあるのかな。こっちは何だ？これはお客さんにお詫びかね。昨日ね、お客さんがなんか走り込んできやったんだけどね、この破産手続きを開始されたねいうことね。ほんでちょっと調べたんですけどね、朝日新聞の方で昨日ちょっと記事になってたんですけどね、三次偽装のうなぎ、破産手続きの開始決定、中国産は国産ね、中国産うなぎは国産と偽り弁当などを販売していた奈良県大和高市食品販売会社うなぎと関連会社ね、奈良地裁桂木支部から破産手続きの開始決定を受けたことが分かった。3月24日付ですからね、もうだいぶなるかな、3週間4週間前かね。3月24日でね、信用調査会社が今月12日に発表した2社の負債総額合わせて3億3200万円という、帝国データバンク奈良支店によると、うなげんは1967年に創業、農林水産省近畿農政局が食品表示法に基づく立ち入り検査をし、中国産のうなぎを国産と表示して10億万個を販売していたことが判明したと。今年に入り大阪と奈良県にあった5店舗を閉店し、事業を続けることが困難になったという、まあそういうことでございますけどね、結局ね、店は閉めて終わりやけどね、お客さんは何やろうねなんかポッカンしてやりましたよ。なんでやねん、何もないんかいね。で、社長さんどうなったのね、え、それも何も書いてないやろ。それも聞いても分からへんねんけどね、何にも操作しないんかね、どこもね、え、そんなんじゃあかんね。そういうことでおなげさんので、これは決定はされてないよね、最終決定は。1月31日だったかな、1月31日の記事だけどね、中国産うなぎを作って国産って言って売っていたということで、その31日に相当儲かったはずなんやけどね、負債総額が3億何本とか言うてんだけどね、ちょっと意味分からへんねんけど、どうなんだろうね。1個1000円4分に儲かってもね、相当儲かるやろとみんな言うてありましたけど、ということでね、破産決定したそうなんですけどね。さあ、で今からちょっと店見に行っていきましょうかね。どんなんかね、まだでいっぱい来とるかね。はい、行ってみましょう。あったか、この時はあったかいんですけどね、また25度ぐらいになるんかね。店の中はね、10何度やったかな、17度か6度かくないんですけどね。この裏道から行けるかね。お、裏道から行けそうやね。裏道から行ってみましょう。雑草が生い茂ってるんだけどね、これどうしようもないね、こう出入り口あらへんのか、こんなしかないんだね。はい、JR 高田駅でございます。ずーっと引いてね、ちょっとこっちやってみましょうか。はい、ここでございます。はい、うなげんさんでございます。車も止まってないね。はい、どうなってんかね。昨日新聞発表があったんですけどね、お客さんも、はい、走ってこられたけど、うちもお客さんも来られてね、どうなってんだ言うてね、来られたんやけど、なんか変わったかね。閉店のお知らせと告示書、3月24日午後3時に破産手続き開始決定したということをここに書いて貼ってありますわ。不明な点があれば裁判所に行くかね。はい、そんなことでね、全然変わってないで、何を、これがちょっと変わったんだ、これは。で、お詫び。まあそんなこんなんで、まだ店はね、そんままなってるんだけどね、なんかポイントカードとかいろいろね、お客さん持ってきやったけど、ポイントカードも全然ね、使えず。で、社長はどうなっててっていう問い合わせがあるんだけど、それちょっとわからんな。何もね、調べてわからなかった。大体偽装事件では一回対応してるけど、どこでもね、いろんなとこ見てると。個人相手やから対応しないんかね。
ちょっとよく分かりませんでしたけどね、うなぎさん、ね、ちょっと張り紙だけ見てきましたけど、そんなんでね、はい、ありがとうございました。うなぎさんの今日の報告でございました。